はい、次に大石昭子君はい、令和新選組大石昭子です IR カジノの問題について質問しますまずパネルの位置と言いたいところなんですけれどもこのパネルの位置については週刊誌だという理由で今朝方自民の理事の方が反対したということで没になりましたので口頭となります旧統一協会現世界平和統一家庭連合の総裁である ハン・ハクチャ御一行が、MGM が運営するラスベガスカジノで、64億円豪遊という文春の法がありました。カジノで豪遊について、教団側は、集めたお金を麻薬中毒者や、見捨てられた売春フラを助けるために寄付していると言ったそうです。あり得ない奇弁ですが、似たようなことで思い出すのは、大阪府の吉村知事が、 カジノの収益で得たお金をギャンブル依存症対策に使うと言ったことです。さて、そのような大阪のカジノ計画の問題の一例がパネル2です。大阪府民がおかしな点がたくさんある、メリットがないと指摘しました、指摘してきました。特に使わないと言っていた。 公金が土壌改良のなどのために、二千六百九十七億円も投入される予定で、さらに地盤沈下など土壌問題が増えたら、大阪市が再現なく公金投入が迫られる契約になっています。これについては後で詳しく言います。やむにやまれず大阪市民が七月、差し止めを求めて裁判を起こしています。さらに先日、十一月一日の参議院の環境委員会では、 共産党の山下議員からも指摘がありました。大阪カジノの予定地、夢島の土壌問題への指摘です。カジノ計画の審査をする国交省も土壌の問題は審査基準であり、自治体財政にも関わるために重視すると言っているんです。いわば大阪カジノ計画の最重要の審査ポイントが土壌対策です。しかし、おかしいんです。パネルの3です。 カネルの3です火事の計画を審査する審査委員会委員は8人おられるんですけどこれらの方々なんです西田政務官にお伺いしますこの中で土壌の専門家はいますかいるかいないでお答えください内閣府西田大臣政務官お答えをさせていただきます 審査委員の中には、土壌、土木分野に関する経歴も一部有している方もいらっしゃいます。加えて、ご指摘の土壌問題に関しては、委員長が必要と認めるときには、審査委員以外の有識者複数名に審査委員会に出席いただき、意見を述べていただくこととしております大石君あの昨日の段階では、聞き取りではいないとおっしゃってたんですけれども、どなたなんでしょうかね。そして いろいろな聞き取りもできるとおっしゃってるんですけど、やはりこの8人の委員の方で責任を持って審査するので、土壌の専門家がいないということで、正しい審査はできません。時間がないので、質問はいたしません。先ほど述べた山下議員の質問にも出てきたんですけど、土壌のせ対策の,の専門家の方が外部にいらっしゃって、で大阪の火事の計画で2つのことを指摘しています。1つは水分の多い軟弱な地盤夢島ですけども 杭施工による地盤改良を行うと、豊洲の場合と同じように、杭を打ち込むことによって、地下に埋まっている有害物質が拡散し、染み出す可能性がある。第2に、火事の予定地の地下は、深さ30メートルまで軟弱な中石層があり、さらにその下に70メートル近くまで軟弱な鉱石層があり、地盤改良しても安全の保障はないと。 いうんですす西田政務官にお伺いします土壌の専門家が、このような調査結果をもとに、地盤改良では安全が保障できない土地だといわばだめ出しをしている状況なんですけれども、この専門家の指摘を受けて、大阪のカジノの認可はできないでよろしいですか、できるか、できないかでお答えください、はい、西田大臣政務官。はい お答えをさせていただきます個々の事案や程度、性質に応じて、区域整備計画審査基準にどの程度該当するかに、するかとして扱うべきかを整理しつつ、必要な審査を今後とも進めてまいりたいと思います。大石君 大石キ子事務所でも直接、担当の部署には聞き取り、省庁レクなどもやってますけれども、やはり土壌っていうのが今、大事な審査ポイントだということはお認めになっているんですよね。でも審査委員には土壌の専門家はいないんですよね、少なくとも昨日の聞き取りまではそうでした。だからやはりできないんですよ。で、まあ、いけるやろってことになってしまうので、本当に危険を感じております。今すすすぐやめるべきです質問を続けます IR カジノの国の国認定基準には いいろいろあるんですけど要求基準6というのがあって、これは地域における合意形成の基準になるんですけれども、これって大前提として、十分な情報公開というものが前提になります。しかし、大阪においては住民説明会、カジノに関する、コロナで打ち切られております、これに関しては弁護士もおかしいと声明を出しているんですね。そして19万人を超える 大阪府民の住民投票をやれという請願署名を大阪府知事の吉村知事と、あと維新、公明が否定しております。そしてさらには重要な土壌問題について、契約書が隠匿されています、どういうことでしょうか、隠匿物をまとめたのがパネル4です。3つの契約書。 これ、基本協定書というのがすでに結ばれてて、これは公開せよと言われて公開しているんです、大阪府市が。で、それの下で基本合意書っていうものの中に、3つの契約、書の案をまとめたもの、これが丸ごと引徳されているんですね。どんな内容の契約を結ぶのか、主権者である市民、府民が知ることができず、財政負担だけ押し付けられるというありえない話が進んでいます。これで認可の 要求基準6住民合意は満たしているわけがありません。えー、政務官に伺います、この隠匿物、国には提出されております。国が開示してください。いかがですか。西田大臣政務官。はいはい、お答えをさせていただきます。ご指摘の書類につきましては、大阪府、市と IR 事業者によって作成されているものと承知をしております、えー。それ自体は国へ提出義務があるものではありませんので、その公表に ついては、一義的には文書作成者において判断すべきであるため、国としてはお答えは差し控えるべく立場にあると考えております。はいはい、時間がなくなってきましたのであの、そもそもカジノなどやっている場合ではないと考えておりますし、これ、住民合意ができないので、あの開示も大事なんですけれども、そもそも住民合意ができていませんよということはお伝えしたいと思います。今国やや地方がやるべきは 住民の所得の根本的な向上汚い金を手にした統一協会のような大口顧客を相手にそのおこぼれをもらうようなカジノ計画は日本のどこにもいりません大阪大長崎申し上げます、はい、お申し合わせの時間が経過しておりますので、はい、お協力をお願いします分かりました大阪長崎いずれも認可は許されません質問を終わります